んこんにちは。ようこそダルスコ TV へ。私ダルスコ代表藤岡です。今日もよろしくお願いします。ということで、今ですね、全国的に流行っておりますコロナウイルス、これによってこうなかなか外に出れずにお家で過ごされているという方も多いんではないでしょうか、ね。外に出ることもままならなくて、だんだんこうね、ネガティブになってくるかと思うんですけれども、逆に、そういう時だからこそ、うちでドラムを練習しようということで、今回動画を作ってみました。今回の練習動画は、こちらを使います。ザム。はい。シンコペーションブック。通称シンコペーションブックです。正式名称は、プログレッシブステップストゥーシンコペーション。フォーザ・モダン・ドラマーという本ですね。テッド・リードさんが作った本です。で、これは他の動画でも紹介しておりますけれども、オールアメリカンドラマと並んで同じぐらいもう有名な、世界的に有名な教則本です。で、中身はというと、4分布とか8分布が中心にこう作られている楽譜なんです。ざーっと。最初は結構反復的なものが続いていくんですけど、後半になってくるとフレーズというかね、フレーズになってます。で、これがなぜ世界的に有名かというと、これの本の38ページです。今38ページが出ました。で、ここのページを使ってさまざまな練習をするっていうのがなんていうのかな、スタンダードなんですよ。特にこうジャズ系においてはすごい有名な本です。の練習方法です。でもあります。で、ここのページはとてもよくできたシンコペーションの作りになっていて、シンコペーションを理解するのにはすごいもってこいのページであるっていう風ですね。がそれが一つ。で、あとはここのページ、このフレーズを題材にいろんな練習をします。それをすることによって歌い方を覚えたりだとか、同じフレーズに対してのいろんな角度からのアプローチを覚えたりだとか、それに伴いいろんなテクニックを入れていく、ルールを結構、ね、作ってここのページにのフレーズをトライしていくというか、というふうになってます。で、最終的にはドラムセットにまで応用しますけど、ここではというか今回はご自宅でっていう意味ではパッドさえあればできます。なので僕もパッドで動画を作ってみましたので、ここに対していろんな練習方法を紹介していきます。それではどうぞ。はい、それではやっていきましょうか。まず最初はですね、この譜面通り叩いてみましょう。1段目だけありますね。ただ、ここでのルールは表拍は右手、裏拍は左手っていう風に弾いて叩いてみましょう。で、表拍っていうのはね、バスドラムが四分音符でこう書いてあるんですけど、簡単なことを言うと、バスドラムと重なっているところは右手、重なってないところは左手っていう風に叩いてみると、そういう風に思うと一番分かりやすいんじゃないかなと思います。1段目だけやってみますね。そうしますと、という風になります。もう一回いきますね。という風になります。これでまず最初から最後まで叩けるように弾いてください。はい、ではその2です。次はですね、叩いてない部分を小さい音で埋めていくということをします。ザン、今楽譜が出てますね。このようになります、ね。小さい音で間を埋めていくと、手順はずっと右左ですね。ではやってみましょう。これも1段目だけやりますね。まずゆっくりやりましょうか。もう一度いきます。というふうになってきます。ちょっと早めにやると、というふうになります。次です。今度は先ほどは8分布で音がない部分を埋めていったんですけれども、今度は16分布で埋めていきましょう。そうするとザン、このような楽譜になります。では
ね。というふうになります。16分符なので、実は4分符と8分符というのは必ず右手のところでしか来ないんですよ。なのでこれは右手のアクセントの練習というふうですね。なのでもしだったら左手からね、反対の手順でもう同じことを練習するといいかと思います。そうすると